ワードツー、ふすいす、さみーな。納豆アイテムをこすりに来ました。どうも、納豆ください、無料アイテムください。無料アイテムください。なんかみんなにね、納豆っていう無料アイテム配られてるらしいんだ。それね、10枚集まると、俺無料チケット延長1枚もらえるからさ、それください。わざつー、延長チケット1枚50円するからさ、結構バカになんねんだわ。納豆、納豆、納豆投げてくれ。いい、モノノフェックスゾーン久しぶりじゃない？仕事中だよ今、仕事中、昼休み、昼休みだけど無料アイテム配られてるって書いてあったから、少しでもね。あ、ふわっち運営、10個ありがとうございます。1枚ゲットですね。昼飯公園で食べてるけど風強くて寒い。今日はあれだね、日向だとあったかいけどね。寒いね。にゃんちゃんは脱昼休憩中です。あれか、炎上チケットの上限1配信で獲得できるの5枚だけなんだ。じゃああれだな、5枚ゲットしたら会社に戻ろう。はい、ワード2、若ちゃん、おお、若久しぶり。お、2枚目ゲット、ありがとう。2枚目ゲットしました。あと3枚だね。休憩中ですね、サボちゃん、いらっしゃい。納豆をください、納豆、僕に納豆をください。こうやってね、昼休憩でも配信のこと忘れてないですから。職場では飯食わないですね。昼間はね、そこのカレー屋さん行くんだけど、今日はね、こじりたいからチケット、そう、5枚ってことは250円得するからね。これで納豆ください。納豆投げてくれた、ありがとう。やっぱね、250円でもね、大事なお金だから、250円浮かせるのが配信業ですよ。250円のために昼飯を抜いて30分するこの配信の愛を感じるでしょ、みんな。プロ配信者たるゆえんですよ、これが。250円を甘く見たら負けだから。投げた、ありがとう、桜子ちゃん。じゃあ僕の今日の昼飯です。今日の昼飯は、モンスターエナジードリンクウルトラをいただきます。 KB、職場もう特定されてるわ、トップに。もう気にしてねえわ、特定。配信魂、ここでか。よいしょ。花火ありがとう。いっすいっす。太ったよね、パンパンだよね。ベビー、職場なんか初日に特定終わってるわ。あ、全然いいよ、全然いいよ。あ、コメント読めねえんだよ、携帯だと。あざーす。あ、全然謝んないで、好きでやってることだから。俺にプライバシーなんてものは存在しないからね。配信者でね、プライバシーなんかね、気にしてたらダメですよ。俺に肖像権もね、プライバシーも存在しないから。納豆3個送った、ありがとう。何、1人3個送られんの、納豆は。風船10個ありがとう。スマホ配信ね、珍しいよね、画面バキバキだからね。お、炎上チケット1枚プレゼントありがとう。風船10個ありがとう。風船ありがとう、ひぜー。ていうかさ、誰かさ、ベースできる配信者知らない？あ、3個もらえてたんだ。
幸せ太り、そうだね。のんたん飯最近うまくなってきたからね。誰かさ、もしさ、ベースできる配信者いたら、ちょ、和道がベーシスト探してるぞって言ってたって。ドラムとベース探してるから今。ベースできる配信者いたら紹介して。この前さ、あの YouTube にアップロードしたんだけど、ドラム配信レクション見たけど結構いいフレーズあったから、そう、メジャーレーベル狙うかな。ちょっと来年の、いや来年っていうかもう今年のサマーソニックのステージ俺らなんじゃねえかなって思ってるからさ、サマソニみんなで行こうよ。サマソニ、まあね。でも職場に PC 持ってくのさすがに無理でしょ。ベースできる配信者いたら伝えておく。うん、それで一緒にサマソニ出ないって言っといて。和道さんドラムできるじゃないですか。俺ボーカルやりてんだよ、うん、俺ボーカルやりてんだよ。若い時一時期バンドで食ってた。ギター担当、ギターはいるかな。ツインギターはやだわ。ベースに転向しない。ヒーセ、ヒーセがベースできるでしょ。ギターできんならヒーセやる。俺とバンドベースやってくれんなら。ギターはちょっとレクチがいいなって思ってるから俺は。そう、うまいとか下手じゃなくて俺結構人柄で決めるから。メンバーレクチはベースじゃないね。俺よく歌ってんじゃん。昨日もね、歌配信やってたし。すげえな、バンドで飯食ってたんだ。ヒーセマジでベースやんない。ソレイユさんにできるって言ってなかった。ソレイユなんか入れるわけねえだろ。あんなジジイ、あんなジジイ入れるわけねえわ。サマソに狙えねえわ。いや武道館じゃねえから。あれだから、あの幕張メッセの駐車場貸し切りでしょ。グレイの伝説のライブ、あれすごかったよな。あれ10万人集めたんだっけ。グレイの幕張メッセの駐車場貸し切りライブ、あれ多分日本記録でしょ。あれ超えたことないでしょ。グレイってすげえよな、そう考えると、うん、俺でも拓郎にそっくりな配信者知り合いにいるけどね。拓郎にそっくりな顔した配信者。いやまあ俺クラスになったら、まあ幕張メッセっていうか、まあ本当にね、成田のイオンショッピングモールセンターの駐車場ぐらいはジャックしちゃうよね。ちょっと本格的にかっこいいバンドやりてえな。CD 出したいな。 CD このご時世に。いや今 CD 売れねえからミュージシャンほんときついっしょ。どうやって食ってってんだろうね。顔パンパンだな本当に。霜膨れみてえな顔してるな。みんな今昼休憩。何食った。みんな成田のイオンの駐車場ジャックとかすごい。そうだね、やっぱ俺成田のヒーローだから。多分成田で一番有名なの俺だと思うわ。成田出身で。土曜日日曜日なんか企画やりてえな。日曜日なんかあれだわ、リスワン取りに行きてえな。ああ成田が生んだスーパーヒーローだよ。成田が生んだスーパーヒーロー。モンスター今日はなんかうまいと思わない。今日は普段は美味しいと思うけど、モンスターのオレンジのカオスってやつがうまいね。モンスターカオスが俺は好き。何の企画しようか。できればロハコさんと心霊配信やりたいなと思ってるね。なんか最近心霊配信結構需要があるから、やってくれって言われてっから。
まあちょっとあんまりねキッズ向けの配信やりたくないけど、オーバルスいらっしゃい、こんにちは、昼休憩中です。30分しか放送しませんが、もしよかったら僕に納豆を投げてください。ロアコさん、うん、ロアコさん最近絡んでないじゃん、絡みたいなと思って。やっぱここでね再ブレイクしてほしいからね、そろそろロハコさんに。ロハコさんあれらしいよ、もうなんだっけ、ニコニコ超会議のゲストもう決まってるらしいよ。お、炎上チケットありがとうございます。あと1枚ですね、あと1枚、うん、ありがとうございます。高えな、タバコ吸いに戻ろうかな。和道の駅さんいらっしゃい、延長しないから気が合わない。何の話、心霊配信やりたい、うん、な何やる心霊、どこでやろうかね。でも俺の今の客層さ、3、40代っていうか3、4、50代じゃん。3、4、50代で楽しむ心霊なんてあるのっていう。3、4、50代のさ、じじいババア相手にしてるわけだから、心霊やったらかそらないかなっていう不安があるんだよね。見たい、正直。見たくないでしょ。心霊は完全に金つ向けでしょ、あれは。今週は土日休みだからね。おいって何、おいって何、完全にジジイババア相手だから。心霊配信興味あんだ。みんな年齢書いてみなよ、引くぜ。自分の年齢忘れてるでしょ。休憩中、クミタンいらっしゃい、休憩休憩、納豆が欲しくて枠を開いてしまった。いやバレたかって、バレるでしょもう。ユラは今年で25歳、なんか嘘っぽいな。信用できない。20、30代以下のリスナーは信用できないよ本当に。やっぱね、30代を超えたリスナーの安定感、経済力、コメント力、囲い力、やっぱ30超えてからがリスナーの始まりだよ。ケイチェルこんにちは、うん、日向はあったかいな、やっぱり日向はあったかい。アドリスはババアばっかりやがんな。和道ギャルズって言ってるけど、ほぼ子持ちだから。ほぼ子持ちで全員バツイチだから。ビール系、ビール飲んでない、カオスだから、ジュースだから。さすがに会社ね、仕事中の昼出勤でビール飲むアホいないだろ。まあ、あと5年待つよ、真の和道リスナーになるために。真の和道リスナーはやっぱね、あの人生の失敗を50回ぐらい始めてから俺の真のリスナーになるから。黒歴史が50個ないと俺のリスナーにはなれないよ。25歳っつったらね、黒歴史全然ないからね。意外とおっさん、そりゃそうだろ、31なんだから。
もうだいぶおっさんだよ。若いわけねえだろ。何の仕事？映画と作業所。マキティはどつ？家配信だと若く見えてさ。いや結構ジジイだよ俺も。成田山に行って、横綱稀勢の里の豆まくしないの有名なんだから。成田ではね、俺稀勢の里より有名だから。成田地元だから俺。俺が帰ると成田のあの公務員とかがざわつくから、マスコミ成田新聞とかがざわつくから、和道凱旋帰国ってあの和道凱旋、昼からお酒飲んでないよ。いや俺酒や飲んでもうやめてから飲んでない全然。あ、ありがとう。もうお豆いらないです。納豆でべちゃべちゃです。一枠でね、あの5枚しか手に入んないらしい。ありがとう。映画作業所探してんだ、太陽似合わねえな俺な。太陽全然似合わなくね。やばくない？この太陽の似合わなさ。配信者ってやっぱ太陽似合わないよね。夜行性だから。ザック・ダニエル、ね、もう飲まないよ。本当に飲まない飲まない。酒ていうかあれだな、酒やめて太ったっていうのちょっと変だよね。酒やめたら普通痩せるはずなのに。ああ何やっても絵になるって言われてるから。お、ナボコフだ、いらっしゃい。何やってもかっこいいって言われてるから。並木町川崎、俺並木、並木っていう言葉でびっくりしたね。よく知ってるね。ごめん、並木町。超特定されてるじゃん。マイクオフになってる。あ、聞こえる？ごめんごめん。マイクオフになってた。ごめん。聞こえる？うん、俺は並木町ですね。日吉台のボンベルタとは一緒にしないでください。聞こえてる？あ。あ、聞こえる？聞こえた？うん。すいません。あ、近いんだ。うん。並木ですね。並木町の踏切わかる？まあ並木町って言葉が出てくるならわかると思うけど、並木の踏切の方です。藤井フミヤってよく言われるわ。ていうか藤井フミヤって俺のパクリだからね。この絡みつらいな。アイラの推しなつけたらブロックするぞと怒られた。アイラ推しなの、ナボコフって。へえ、アイラ推しなんだ。知らなかったわ。でもツイッターとかでたまにフラッとあのツイッターの説明欄に和道が好きですって書いてあるとちょっと泣きそうになるよね。グッとくるよね。こいつかわいいな。ロム線ですがの確率すごい高い。ロム線ですが和道推しですって書いた。ブロックされないの？推したいのに嫌われてる。あーダメだよ、見つけねえじゃん。
アイラ様のところはさ、やっぱ最低100万ないと名前覚えてもらえないから、アイラに構ってもらおうっていうのが頭おかしいでしょ。ロムしたい気持ちわかる。なんで俺のリスナーってロム線多いんだろう。すげえロム線多いんだよね。特にね、あの配信者が多い。俺のリスナーは隠れファンが多いんだよ、配信者の。実は俺の配信参考にしてる配信者いっぱいいるからね。声が PTPT。 あ、しょうがないよね、携帯回線だから。正義の味方いらっしゃい。私も結構ロムってる。挨拶込めはするけど。嘘つけよ、お前全然見てねえじゃん俺の配信。ほんと嘘ばっかりだね。あのね、1日3回俺の枠来ないとね、俺のリスナー名乗れないから。ハッチを見習え、ハッチを。私最近やっとコメするようになった。夏は結構してくれるね。夏はしてくれる印象がある。俺はナボコフはなんか、私結構リスナーやってますアピカで、絶対嘘絶対嘘。うちのリスナーみんなヘビーだから。うん、ヨラちゃんは結構コメントくれてるっていうか、うん、ちゃんと挨拶してくれるっていう印象だけど、私の中ではでしょう。顔面ヘルスさんいらっしゃい。素敵なことはんですね。和道さんが話してた内容、話してる配信者いますね。結構いるよね。うん、ロム線、和田も結構ロム気味だよね。ヌコいらっしゃい。昨夜の花火半端なかったね。昨日、んとね、昨日っていうか、昨日の夜から今日の朝までで4万円かな。うん、4万円だと思う。ニコ生から見てたよ。嬉しいわ。もともと視聴しないタイプだもん。あ、俺と一緒だ。あんま他の配信見ない。あ、俺の配信は癖になるよな。わかるよ。俺の配信ってね、結構ね、他の配信見ないけど、和道の配信だけ見るってタイプが多い。うん、ヘビーに見る人少ないよ、俺の囲いは。後半お仕事頑張ってください。頑張ります。ちょっと、午前中忙しかったんで。私はなぜかコメントしたいのに、和道さんの配信の時にバタバタしてしまってコメントできない。あー、時間帯かな。うん、多分時間帯だろうね。コメントの仕方が分かんないんだよ。多分ね、あの挨拶っていうかね、一回絡んでみるといいんだよ。自分が思ってることとかをぶつけてみるとね、配信面白くなるよ。なんと言われようとリスナー名乗る。ダメだ、分かってないよ。じゃあ俺の年齢と俺の前科の数と、うん、どうしようかな。俺配信歴何年目の、この3つかけないと無理だね。リスナーとは言えない。私結構気づいたら和道さんの配信見てる。和歌は結構ヘビーに見てくれてるよ。もう古いしね、和歌も。はい、和道クイズです。皆さん答えてください。僕の配信歴は何年ですか、僕の前科は何番ですか。かける。余裕だよ。むしろ初級問題だよ。配信歴 3.4 年、待ってる。前科 2,3 番。はい、もう話になんない。一度ニヤワと言ったらお友達になれる。一度こんにちはとか言ったら友達になれる。うん、3年から4年、前科3番ですね。挨拶だけ。リキさんどうも、お疲れっす。お疲れっす。まあもうすぐ枠閉じちゃうんでね。お疲れっす。延長にならないようにしよう。和道さんの配信見るようになってから腰の調子が良くなってきました。そういうなんかさ、新興宗教みたいなこと言うのやめてくんない。でもね、結構ね、和道の配信見て彼女ができたとか、和道の配信で就きたい仕事に就いたとか、和道の配信でお金持ちになったってマジで結構来るよ。うん、マジで結構来る。俺はね、結構願掛けしてるしね、みんなにね、
自己啓発的な内容を言ってるからね。これ結構本当にあるよ。前科あるのとか言ってる時点でもうにわかだよね。和道さんの話聞きたくてコメント控えたい時はよくある。あ、もうそれ恋してるね俺に、うん、100% 俺に恋してるわ。戻るか、タバコ吸おう。新宿天気いいぞおい。障害と詐欺だっけ、和道の放送見てたら収入増えました。いやマジで俺ほんと運いいから、俺の放送を見るとね結構みんなの生活レベル上がるよこれマジでよ。ヘビーに来ないと。前科しか知らない、もうにわかだよにわか。笑われちゃうよ先輩リスナーに。にわかじゃんって言われちゃうよ。宗教法人作ろうぜ。古い話題だなおい。うわかっけえフェラーリか、すげえな。羽馬やっぱかっけえな、真っ赤なフェラーリかっけえわ。ああすげえな車高の低さ、かっけえな。何千万すんだろう。延長しながら仕事するわけねえだろバカが。ちょっと考えて発言しろよ。ハートありがとう。ハートたくさんありがとう。かっこいいねフェラーリね、たまんないよね羽根馬。ちなみにね牛のエンブレムの車何か知ってる？牛のエンブレムの車、スポーツカー、ランボルギーニっていう車があるんだけど、ランボルギーニってなんで牛のマークかっていうと、フェラーリの羽馬とランボルギーニの牛がこう頭グーンって角でついてるマークかぶせると、牛がフェラーリを突き上げて、フェラーリの馬を突き上げてぶっ飛ばしてる絵になるのよ。それどういうことかっていうと、ランボルギーニはフェラーリを潰すために俺ら作ってんだよっていう喧嘩売ってる会社だから。やってこな、画像合わせてこな。フェラーリの羽馬ヒヒーンってなってんのと、ランボルギーニの牛がガーンって上から突き上げてる、角を突き上げてる画像をね合わせるとね、羽馬が引かれてる絵になるの。これ豆知識だ。だから俺はランボルギーニの方が好きだね。じゃあお疲れ様、夕方以降配信します。ボツです。おお、すっこけだ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう